こんばんは。アイス。アイス。どうしたんですか今日は。言うっすね。いや俺ね。え？これ確証はないんだけど。うん。聞いてほしいけど。なんすかなんすか。何対それは。え？疑問体。疑問体な。疑問憶測体。疑問体な。確証が持てない憶測体からの。そういうのはない。やってない。いやいや。サービスはやってない。サービスじゃないです。これはただの。あれですか、話を聞いてリトルさんの個人的な意見ね、うん、あ、僕じゃないです憶測体です、憶測体そんなのないよあるよ、山口チームがリトルさんの個人的な意見ね違う、うん、ほんまに山口チームからだっけ、これはリトルさんのお、もうそういったら俺の意見になっちゃうじゃないですか、もうリトルさんの意見でいいよ、ね、違う何がこれはみんなで確認し合うんだっけ、憶測体からの問い合わせなんで、あ、そう、うん、憶測体とか言うんだよ、もう、うち、まあ聞くだけ、そろそろ再始動してるけど、分からんですよ、いや、分からんって何なの、ちゃんとそこは青木さんがピシッと答えれるかもしれんので、答えるって何なの、うん、憶測でしかないんだって、それ別に、いや、僕らはまずその、まず調べてからじゃない、そう思うとるけど、いや、憶測って実感があるんですよ、でも実感があるんですって問い合わせがあったんで、実感があると、どう考えてもこういう感じがするんですで、それがね、うん、まあ確かに俺もそりゃそうかもしれんなとちょっと思うた節があったんでね、うん、それちょっと会長に話しとこうかな思って総本山会長ってなんだ、そのあの総会にの総会に、そうあの長としての会長、オサっす、オサみたいな会長、もうあるある隊とかさ、数あるのをさ、うん、こう元締めとしてやってるわけじゃないですか。うん、取りまとめしてる元締めに聞いてもらおうかなと思って。うん、うん、あのツーリングでこうよう走るわけです。ツーリング行くじゃないですか。うん、ツーリングね。うん、あ、走るじゃないですか。まあ一、うん、人ないしみんなないしで行ったときに、うん、やえするじゃないですか。俺やえせんのやね。やえせんの人？俺せんのやね。なんかあの恥ずかしくてできんのよね。ちょっとさ。ああ、なるほどですね。自分からせんタイプですか、そう自分からできんタイプなんや、でもされるタイプもあるわけじゃないですか、される側で、ああ、はいはいはい、そうされる側の方もあるわけじゃないですか、うん、それで、うん、思ったんですよ、うん、憶測体が、うんあの、まあなんか車種あるわけじゃないですか、バイクっていろんな車種が、うん、スポーツ系とか、うん、あん中でね、うん、オフロード系と、うん、ビッグスクーター系のバイクが、うん、やはり線気がするんですよ、それはどっちこっちから線ってこと、向こうの人が線ってこと、どっちもお互いにやり合わない、やり合わない、嘘だ、その2種だけがね、うん、ないんすよ、本当に、うん、マジで、確かに俺も 4,5 年走っとって、うん、その2種だけない気がするんですよ、やったことが、嘘だろ、そのネイキッドとか SS とか、うん、アメリカンとかは、うん、僕もするし、うん、向こうもするんですよ、うん、僕もするしって言ったらあれやけど、でもなんかねない気がするんよ、そのさっきの言った2種だけが、されたことあります、いや俺せんけんね、いやそれ、ね、あの前しか見んタイプやけどさ、前しか見んのあ、じゃあされても無視するタイプですか、あ多分結構無視してる、あだるい人っすねあれマジ恥ずかしいっすからねあのガン無視行く人おるじゃないですか、熱いよねあれ、え、俺その、はい、何しろその八重をさ、はい、八重をさ、はい、そのそもそもするっていう考えで走ってないけどさ、受けんじゃないですか自分で、そうそう、八重を急、うん、俺からしたら急に手を挙げてくるわけよ、なんかその反応できんよねってなるじゃん俺はだってしようと思ってないけどさ、あれある程度気使ってでも早めにやってません、みんな、いやでも早めにやったとで俺はその気がないけどさ、その別に悪い意味とかじゃないよ、うん、俺はそのそもそも八重をせん側の人間なんや、やばいねそれ、やばくはないよ、もう会話にならずもんですよ俺が八重の話でもね、やってないんだもんねこの人が、うん、俺はそもそも一人じゃ絶対せんね、せんすか、うん、じゃあ何列目かに追って先頭の人がやり始めたら、お、まあ、大体先頭走った時でさ、ツーリングとかだったらするかもしれないあのまあみんな見てるけ、ああそういうことですか、そうでも一人の時は基本戦、ああやらんもんじゃん、やらんタイプの人間じゃない、え、ずっと手を挙げる時あるっすよね、うん、先頭走る時なんか、ああ忘れちゃった、あのテンション選挙かみたいなテンション上がって上がってる時あるけど、あれ大迷惑ありゃあれでよマジで基本戦一人、ほんますか、う
自慢じゃないけどね。まあ、じゃあ俺これ臆測って話もしょうがないね、この話。一応聞くけど。でもそんな気がするんですよ。別に、うん、そこになんか特別な偏見を持ってるとか、うん、そういうのって考えてもなくて、うん、ないんだけど気づけば確かにっていうような感じなの。分かるかなと思って言ったものの、分からんっていうね。分からんっていう、すごい俺の不完全燃焼の感じ。でそのなんちゅう、そのビッグスクーターとかオフロード系は、うん、まあ、してこんってことね。してこんってやめる、ね、されたことないなぁにしましょう。されたことないなぁっていう、そういえばそのマイルドな言い方でいいの。うん、全然 OK なんですよ。全然 OK って、そのあれじゃない、なんかそれがいけんのじゃない。確かに俺も攻めの姿勢が足りてないかもね。ん、いや自分も言っとかなきゃいけんよねって話ですよね。そう、自分からもやりしに行ってないわけですから。そういえばだろ。うん、まあ、そういうことじゃない。メトロさんが線形そう見えてるだけなんじゃない。向こうの人はしてるんじゃない。それそんなことない。だって向こうサービスしてくるっすもん、 SS とかも。本当？でもされてもおかしくないんだけど、されたことないなと思って。まあ、メトロさんが言うならそうかな。まあね、まあ、その、なんでんだろうなっていうことを思ったんでね。うん、八重線形とか、八重を帰ってこんかって恥ずかしさを知らないとっすか。そうだね、まあ帰ってこんかったけど気にせんタイプじゃねえ。恥ずいっすよ。もし、もし仮に俺がしたとしても帰ってこんくても、まあ、うん、みたいな感じでね。まあそっかそっか、ね、あーそっかそっかみたいな。なんなんすかそれ。あーそっかそっか、あーごめん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 、な感じじゃない。恥ずないですか。でも先頭走るよってさ、うん、ちょっとまあカッコつけるようになるじゃないですか、やえって。いや俺カッコつけんけんさ。さ、もっとモンスターハンターのあのキャラクター見に、こうやって手振るのと違うっすよ、その、うん、右左に、うん、そうはいかんじゃないですか、アメリカンって。ちょっとこう手をこうやって上げるぐらいじゃないですか。うん、これ先見ね。マジかよ、この人も。会話なんねえよ。そういう人に言ってもしょうがないね、確かにね。もうせんのねえやね。そう、まあ青木さんに言ってもしょうがないんだけど、長年の僕研究があって、これ、うん、研究した。そう、今ちょっと待って、ちょっと待って、研究ってこと、研究ってことは、これはリトルさんの意見ってこと。これは僕の意見、こっからは。あ、なるほどね、うん、今までの間違いってことね。そうっす、うん、やっぱ八重がされないと、うん、いうことで、どうやって八重されるのかなって言って、うん、いろんなパターンを試したんですよ。おお、上げ、手を上げる距離とか、うんうん、あとグローブの色とか。なるほどね。全てを網羅した結果ですね、うん、100m ぐらい手前の状態で、うん、黄色い手袋をつけて、うん、右手を上げると確率がバリ高いです。 100m 離れて右手を上げる。 100m ぐらいお互い距離がまだある段階で、うん、あの、あ、いや 100m 言い過ぎか。 50はすごいよ。 100m じゃん、うん、100m ぐらいだな、うん、100m ぐらいの距離で、うん、黄色いグローブをつけた状態で、うん、右手を上げる、うん、とアクセル離れるじゃん。で、そうです、そうなんですよ。だから難しいんですよこれね、左手を上げると確率下がるんですよ、これ。黄色いグローブでも。あ、そういうこと？そうっす。見えんのかね？見えにくいんですよ、やっぱり。やっぱりその相手側の方の手を、うん、目立つ黄色いグローブで、なおかつ余裕を持って、上げてあげると、え？なんか嫌な音しますね。エアモリでですね。ああ。焦った。大丈夫ですか。ああ、大丈夫。弱まってこう抜けとるね、あれ。爆発しそう。弱まったらここから抜けて水が落ちるって感じ。あ、そうなんですね。ごめんごめん。もう今あんま入ってない。うん、話のあれを折ってしまった、折れまくったっすね。で、そう、だから八重線人は悪っていうことでいいかね。違うって。何、もう、なんなん、もうそこはうまい具合ね、あの水に流したっす、うん、ちょっとあまりいいリアクションじゃなかったんで、うん、だから僕切り替えて、うんうん、八重を去りやすい方法を研究結果を伝授したっす。青木さんに言うわけじゃないですよ、もうここまで来たら。もう見てくださってる方とかに、うん、あの恥ずかしい思いされてる方いっぱいおると思うんですよ、うん、なかなか帰ってこなくて、うん、先頭で思い切って手を挙げたのに、うん、返してくれなかったこの恥ずかしさ、
うわーってなんかあいつ返してくれんかったわみたいなちょっとこう後ろから冷たい目線を浴びるようなのを回避するための僕の研究結果です。試してほしい。なるほどね。試してもらいたいです。そう来るって感じか、うん、そうね。どうぞ、戦費とか。そう、俺は戦費さやけどさ、そのテンション上がったら戦費っすか。だけどツーリングの時とかはするかもしれんよ。うん、だけどひどいの時は戦費。マジか。うん、これ一人だけもスー足してっけさ前しか見てないマジで。そうそうそう、前しか見てない。ガチで、うん、対向車線一回見るぐらい。俺あんま見てないけど、対向車線。マジっすか、うん、不思議な人っすね。なんで不思議ではなくない。多分すごいと思うよ。なんか対向車線かっこいいバイク来たらちょっとおーってなるじゃないですか。俺見んのよね、なんかその対向車線のバイクとかあんまりでけん。あれだ、あれだった、あの時のあれああだったねとか。でも分かるのよね、気にしないけど。マジかよ。何を楽しんの、ツーリングで。あの、景色だね。あ、景色だけよ。景色と、あの、うん、風を感じる感じと。もうそう、エンジンの鼓動と。あ、もうそれに集中したんすか。うん、それ以外はあんま気にしないね。ああ、そうなんですね、うん。結構集中できるタイプなんですよ、それ。いや、集中しとるかも、何も考えてない。どっち何も考えてない。何も考えてない方だと思う。考えてないですね、それは。と思うけど、うん、だからそのリトル君みたいな、その周りキョロキョロって俺やってないで、そんな。いや、言い方が悪いんですけど。キョロキョロはしてないよ、俺だって。バイクが走ってない時に、対向車線ジロジロ見るんですから、俺だって。でしょ、それと一緒だよ、うん。一緒じゃないよ。ね、検証結果は何なんで、100メートル、100m 手前から、はい、片手運転で走れってことよ。黄色いグローブつけてですね。それ危なくないですか。大丈夫ですか。いや、危ないけどあんまやらんほうがいいですよ、これ。ダメじゃんじゃん。左手しかないんですよ、基本的に。いや、片手運転がやっぱ良くないな、やっぱり。そうですね。おっと。でもそれすると野営ができん問題だと思うんですよね、これ。野営はあるわ。なんで別にいいじゃん、こうやって。うーん、確かに。いや、気づかんけ。見た、映った今。でも見えた、映ったよ。なんていうか、いや、絶対気づかんけ。いや、ミラーに隠れとったもん、今だって、指が。気づかんって、今の。これが正解じゃない？やえの。いや、違うっすよ。これはこれがやえの正解だと思う、完全に。そんなんやったら両手上げてからなんかバイバイするって、なんか、とんでもないらいますよ、たまに。それやばいぞ。やばいっすね。そうか、青木さんには伝わらなかったよ、この話。分かってくれると思ったんだけど。いや、そのね、なんかその道路交通法違反的な話でさ、ちょっと思い出したんだけどさ、今。いやはは広げるっすね、えらい。大丈夫っすか、うん、とある知人 YouTuber がさ、知人 YouTuber？ あの、雪の中走っとるから、はい、多分分かると思うけど、伊藤さんもね、知人 YouTuber ね、知人 YouTuber がさ、あの、雪の中走っとる動画を撮ってさ、そのコメントにさ、あの、道路交通違反ではみたいなコメントだったね。はい、雪ってダメなんちゃう。いや、調べてないんだけどね、そこからは別に。あ、そうなんですか。そこからは調べてないんだけど、あ、雪ってダメなんかとかちょっと思っちまったね。もうね、確かに調べてないけ、あの、どうなんかって言ったらちょっと分かんないけど、バイクって雪用ないっすよね。あるんすよ、うん、え、道路交通法違反ってことはさ、はい、その、うん、じゃあノーマルタイヤで雪の上を走っちゃいけんっていうことで、ね、多分そういう意味でしたね。多分ね、そういう意味でしたね。ってことはさ、はい、車はダメってことなんかね、やっぱ。そういうことですね。雪道の上を走ってはならない、うん、ノーマルタイヤで、うん、ノーマルタイヤで、うん、雪用対策をせずにとかってことね、多分。道路の妨害となる可能性になりうるタイヤで、うん、走ってはならないっていうニュアンスだった気がする、うん、確か、うん、その書いてあった第何条みたいなやつには。道路の走行をみんなのだろ、みんなの道路の運行を妨げるのはダメってことだろ、うん、そのノーマルタイヤを履いたことでですね、妨げ…でもさ、それはノーマルタイヤがダメってことはないよね。そう…それとスタッドレスももう起こりうるけど。だろ、それはもう俺のヘリ口言っていい、うん、その…ノーマルタイヤがダメって言うんだったらね、はい、もうチェーン全部ダメじゃんって話になってくるよ。そうですね。だろ、うん、っていう話じゃないですか。まあね、
極論言えばノーマルタイヤでよくねみたいな感じですかね。でも、はい、道路の運行の著しく走行を妨げるのがダメって言ったらさ、はい、そのそれはタイヤ関係ないね、確かに関係ないね、だろ、うん、しかもさ、じゃあ例えば、ね、いや雪の上をってなさ、雪の定義ってどこなんだって話するまあ難しいですね。分かる、言いたいこと分かるよね。積雪何センチとかもなってきますし、それは雪じゃん。いやゼロか1かでしょ。あ、もうそのレベルの話ですか。うん、でどこからが雪で、うん、でこれ雪じゃないよねとかって話になってくるじゃん、うん、あ、まあね、なん、言いたいこと分かるよね。分かるっすよ。のそのメーカーから線引きがないじゃん。はい、ないっす。けそれがダメだどうのこうのっていうのは、その道路運送法違反だとかっていうのはね、まあ、それは警察がやることであって、うん、ね、そういうふうに書くことではないと思うね。かっこいいね、青木さん。書くことではないと思う。書くことないね、確かに。俺はね、うん、でも俺が見ても雪の上でバイク走るなやと思うけどさ、はい、まあね、まあ危ないよね。うん、走るなやとは言うと思う。俺も危ないよとは言わない。危ないと、だって巻き込む可能、はい、自分だけじゃないじゃん、うん、周りを巻き込む可能性もあるけどさ、ありますよ、ありますよ。でその後ろ走っとった車とか間違えて引いてしまう可能性もあるけど、こけた時にね、うん、うん、でけ、よくはないよねと思うけど道路運送法違反だとかって書くのは警察のやることかなとかって思ったり、言い過ぎなんじゃないっていうところ、そこまで言わない、ほんまに勉強したんかって言って俺は。いや、だからほんまに警察官かもしれない。警察官なら言わずに次から仕事しとるっすか。そういうことね。でちょっと思ったかね。いやでも、まあ、雪の上走るのは危ないと思う、純粋に。バイクはね、車、うん、まあ、でまで四つん這いじゃけあれですけど、そうそう、こけるけんね。バイク2位ですからね。ちょっとリスク高いですよね。受けるかなと思いました。確かにね、あれは危ないね。うん、いやでも、まあ、俺も走らんな。俺もいくら年中走る人でもあれは走らんね。あの雪じゃ。だって俺ちょっと雪降ったら走らんけさ。ほんまに？だってこの間のツーリングもさ、もうちょっと雪降ったけさ、もうダメダメ、もうやら走らんついてやらんいかんだじゃん。あれそういうことだったっすか？そう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 。走ったくないと。なんていうの、あの、やっぱね、俺がこけるまで全員。うん、角度言っていい、うん、言ってどう言っても俺がこけるもんやけど、そのね、そこになんかついていかねえけんとか、ツーリングあるけどもう無理していかねえけんって、そうなってこけた時が怖いけん、そうなったらあー楽しくなかったってなるじゃん。なるっすね。でしょ、でムードがね、うん、で最初からもう中止って言って、あーもうしょうがないね、次楽しもうって切り替えた方が俺はいいと思うね。なるほど、そっか、事故起きたこと考えると、そう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 、絶対そっちがええか。そうそうそう、やっぱね、うん、まあこれ言ったらあれなんだけど、あの普通の人はならんわけじゃないって言ってそうね、うん、この前のもさ、はい、そのこっち山側は振っとったけど町側は振ってなかったわけじゃん。まあ結果論ですけどね、うん、で中止にもせんかったけどさ、はい、まあ、ギリギリになってきた中止が、はい、まあね、走ってきよったら、お大丈夫かな大丈夫かな、うん、ってなったわけじゃん、はい、ね、はい、っていうのがやっぱあるけん、うん、でも道路だけさ、その結構山で変わるじゃん。変わりますね。ね、トンネル抜けたら真っ白だったってことはなくはない話。そうっすね。でそんな時にもう事故する可能性があるけん、うん、そういう時はまあやっぱりもう大至急中止にする。これはそういうことね、うん、下手に挑戦せんってことね。そう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 、これちょっと A 勉強だと、前回がマジでいい勉強だとすればあれほんまにマジでもうちょっと早く決めんとなと思ったね。粘っとったもんね、だいぶ。ちょっとね、やっぱ走りたいって気持ちがどうしてもね。いや、分からへん。その気持ちもすげえ分からへん。そうですね。でも諦めることも大事っすね。そうそうそう。諦めて、またね、あとですね、今回、まあ、その今回で別に事故もなかったけどいいけど、もしね、それでね、本当に、まあ、無理して、まあね、やっぱ無理して来ようとかさ、道路の状況が急に変わっとったりがあるけどさ。確かに確かに。うん、次はもう、ほんまに反応できんけんね。もう、ああー、こっ、ああー、マジで救急車とか乗ったらね、シャレにならんすもんね、シャレない。確かに確かに、楽しむのに確かに面白いないけんねっていうのがあったんで、もう僕は行かない行かない行かないって、そのね、前日から言っとったじゃん。嘘ほんま、もう行かない行かない、もうやめやめ、チュ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 ってね、まあね、これ人が友達とってくる、うん、
まあ、そういうのがあるけん、まあそのまあ、雪の日はまあ無理して走っちゃいけんよね。そうですね、うん、だから気をつけましょうってことね。知り合い系 YouTuber もね知り合い系 YouTuber なんかあれも結局だったけど、あそこまでないだろうと思って行ったら雪があったけど、もうどうしようもなくて、まあ、確かにそんな多分感じだと思うよ。確かにそんな感じでしょうね、うんうんうん、擁護するわけでもないんだけど、うん、また擁護するわけで思い出すと言うんだけど、掘り返すわけでもないんだけど、擁護するわけでもないし、掘り返すわけでもないんだけど、うん、広島のさ、広島じゃないね、福山だね、うん、福山の商店街がさ、バイクが暴走したみたいなニュースあったやん。あ、尾道ね。尾道か。はい。あったやん。はい。あれも俺の意見言っていい？これちょっと、ま、ずっと思いよったけどさ、これはでも俺も共感できると思う、うん、言っていい？本当？はい、本当に？はい、ただなんか最初から通ろうと思って通ったわけじゃないと思うよ。ですね、多分、うん、その通ろうと思って通ったわけじゃなくて、うん、もうあっこってさ駐車場ないじゃん。ないです、本当にマジないです。ね、止めるとこないけんさ、ないですね、もうどこだろどこだろって入ったらさ、うん、もうあんなでかいバイクって U ターンできるのよね。そうですね。ただもう、わあってなったかもしれんよ。はい。でももう、もうしょうがない、ちょっと通ろうってなったんだと俺は思うよね。うんうん。もうあそこ行き、あそこ通ってろと多分思ってないと思うね。もう分かるっす。はい。言いたいこと分かるね。分かるっすよ。私もう、うん、もうどうしようもできんわ、もう、いや、ちょっと行ってしまえって、多分そんな気持ちだったと思うよ。うんうんうん。で、まあ、さらにその音とかもでか大きかったけどね。なおかつ ね、うん、そのなんかその子供がびっくりしたとかは、はい、結果あったけどね。うん、あるじゃん、うん、マジけー、まあ、音がでかいに関してはまあ、小さい方がいいよね。ね俺は迷惑にならんけど、走ったことについてわざと走ったんじゃないんだよっていうのは、そうそう、それをなんかニュースで、いや、ハーレー軍なんかガチ、なんていうかね、なんていうかね、観光地、観光街を、うん、大音量で爆走みたいな感じで書かれとったやん。はいはい。いや、俺もあったんですよ、福山でやったんですよ、俺。で、ちょっと待って、書かれとって、はい、その、で、さらにその、ね、なんかまあ後々見たら、そのね、走った人のが特定されたとかの色々あったやん。あったっすね。なんかそういう、まあそれは本当かどうか知らんけど、うん、あってそこまでせんでもええやんと思うけどね。うん、まあね、うん、とは思って思いました。あのニュースは見てました。まあ確かにね、まあしょうが、まあ、もう行っちゃえ、多分そのツーリングで一緒だと思うよね。もう行けそうだけ行っちゃえみたいな。まあね、なんそんな感じだったと思うよね。何台もおったし、もう下がれんかった部分もあるでしょうね。うん、うん、まああとやっぱね、難しい。ハーレーってやっぱ日本のね、あれにあんま向いてないとも思うしね、道にね、わかるそうです。思うし、まあ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 しょうがないけど、下がった方が良かったんだけどね、本当はね、もう無理にでも、ああそうなる前に、うん、でもじゃあそこで無理して事故しても嫌だと本人だと思ったと思う。わかるそうです、そうです ね、うん、あんだけでかい車体をさ、狭いところで U ターンしちゃったって結構大変だけど、でかかったですもんね、あれ。うん、確かに。で、なんかそのね、そうは思ってないんだけど、そう見えてしまう。もうしょうがないね、これ。なんかもうハーレーイコールね、悪の軍団みたいに、ね、ちょっとなんかニュースは出すけんさ、出すっすね、ああいう感じで、うん、またハーレーが感じに出すっすもんね、あれって。そうわざとなんでしょうけど、だけどまあね、まあもうしょうがないっちゃしょうがないんだけど音も大きいし、やっぱこう、なんか連なって走ってるのもよく多いけんさ、そうですね、うん、そう見えてしまうのはしょうがないと思うんだけど、うん、まあ極力ね、まあ、あ、これちょっとどうかなって思うときは、まあちょっと一歩下がる、一歩控える勇気、うん、大事かなと思います。何の話しよったんかい、これ。で、リドさん、なんか今話しかけたことある？いや、もういいよ、別に。もう話じゃない、いや、一緒やな、俺もね、福山で、うん、尾道じゃないですよ、福山の駅ら辺で走るときに歩行者天国の道があったんだけど、うん、片っぽはちゃんとその標識、何こう道路の真ん中にドーンとあの、うん、看板が置いてあったんですけど、うん、もう反対側には置いてなくて、うん、普通に走ってしまったんですよ、うん、その歩行者天国の本当に走っちゃいけないところ、うんうん、で、まあ、気づいた瞬間、まあ、パッとエンジン切って俺押して避けたんですけど、うん、
まあでもそこに気づくまでの間で見かけた人からすれば、うわなんかハーレーかわからんアメリカンがね音を立ててなんか完全無視で走るわって思われたと思うんですよね。あなるほどね、うん、本当に乗り手の思いと、うん、見た側の思いが全然違うのはあるなとは思ったんです今の思い出したそれを、うん、もしかしたらそのハーレーの世話も俺と同じ思いで気づいてなかったのかもしれないし、確かにね、うん、だけどまあ偏見は良くないよねっていう言い方したくないけどまあねちょっと言い方がねありますよね、みなして悪いことを率先して言っとるわけじゃないし、そう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 、うん、それは確かにね、父ちゃんいけんとこ取ったら悪いんだよ、うん、そこは悪いと思うね、うん、そうですね、ね、そこはもう素直に悪いと思うんだけど、うん、その意図、故意にやったのかそうじゃないかっていうのはなんかちょっとこうちょっとデリケートに持ちやんないと、うん、ね、あたかもなんかわざと濃い言い方ですね、そうそうそう、まあちょっとあんまり良くないかなとは思うし、まあそ、まあ、分からんけどね、実際その人は話してしないけど、まあまあまあ本当にわざとかもしれんしそれはしないけど、うん、俺はそうなんじゃないかなと、あとそうであってほしいっていう思いを込めてちょっと今回動画のあのお話にさせていただきました。 ありがとうございます。よく分からんけどバイク乗りの救いの言葉だったかもしれないです。うん、俺さやっぱ、はい、そのバイク好きだけどさ、うん、やっぱりみんなにも楽しんでもらいたいし、はい、これからね、これからバイクに乗るであろう方にも、はい、あバイクって楽しいな、楽しそうだなって思ってもらいたい、間違いない、で、そういう思いはずっとあるよね、はい、そういう思いで発信し続けております。そうっす、うん、届くですね、この思いが。あとさ、だってさ、あのさ、あとこれも俺ずっと思ったんだけど、はい、やっぱさ、イベントとか行ったらすっげえさ、偏見ではないんだけど入れ墨まみれの人とかさ、はい、もうなんかすごいひげがブワーとか、ブワーの人とかおるじゃん、すごいそれ好きね、このブワーって好きね、タバコ好きね、はい、そのもう明らかに見た目怖そうな人がね、はい、おるんだけど、うん、やっぱそのバイクのなんと、はい、アメリカンのハーレーなんて特に多いと思うよね、多いですね、はい、思うよね、こう、うん、こういうなんかちょっとこういうカルチャーになるとね、はい、ねなると思うんだけど、はい、実際さその見た目とかそういうのってさ、うん、そういうのが好きなわけじゃん、うん、そういうカルチャーが、はい、好きでやってるけどさ、もう一人の人間としてはさ普通にただいい人なんや多分ね、うん、そうっすね、うん、でもなんか見た目で損しとる、損かな、気にしとんか気にしないか分からんけども、はね、はい、でも周りから見たらなんかよく思われん、そうっすね、でも案外そのね、もうすっげえ礼儀正しい人もめっちゃおるわけだけどさ、おるおる、ね、俺なんかより全然礼儀正しいけど本当に偏った見方されがちっすよね、でもそうそうそう、どうしてもね、そうそう、なんか俺の方が高専年に 見がちだけ見られがちかもしれんけど、うん、実際ねやっぱね、年齢も全然上だし、すごい社会経験してるけどさ、もう俺より全然大人な人もおるけどさ、リーチ気な方もいますしね、そう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 、うん、はい、なんかまあそういう人らをとか、今から来る人とか、そうね、いろんな人をね、なんかその趣味の世界がね、狭まらんようになんかしていきたいなと思っております。おお、青木先生、お願いしますよ、今後発信していきましょうよ。なんかそれペラしまらんよこれ。伊藤さんが最後喋るって言ったからペラく感じる、ペラく感じですね、はい、ありがとうございます、響くと思います。親知らずにいてさ、はい、ここになんかぼっかり穴が開いたんで、なんかここまるで冬の空、ありがとうございました。ありがとうございました。動画ご視聴最後までありがとうございます。バイクに関するメルマガ毎週火曜日と木曜日に配信しております。動画では絶対話さないことをメルマガにしておりますので、チェックしてみてください。ありがとうございました。